プルプルスラリメタルの世界一当たらない取り込み予想。どうもどうも、スラリメタルでございます。今週こちらの動画では12月3日開催チャンピオンズカップの予想、ショートでは12月2日開催チャレンジカップとステイヤーステークスの予想を挙げています。そちらもよろしく。それでは早速日曜日 G1 の予想行ってみたいと思います。3、2、1。それでは早速チャンピオンズカップの予想行ってみたいと思います。まず前走ローテ JBC クラシック南部杯が強そうですが、シリウスステークスや日本テレビ杯からも近年勝ち馬が出ており、絶対死は禁物かと思います。また過去の G1 構想実績を見ると、帝王賞、ジャパンダートダービー、JBC クラシック、川崎記念などなど、ダート G1 での好走実績は必須と見ていいでしょう。ということで、本命に挙げるのは、4番、帝王ケインズです。前走 JBC クラシックで3着、また帝王賞3着、川崎記念2着と、ダートの G1 で手堅く好走するこの馬。軸に据えるのはこの馬がいいでしょう。そして紐ですが、2番名将ハリオ、9番クラウンプラウド、10番ノットゥールの3頭で流してみたいと思います。というわけで今週日曜日はこちらの副賞ワイド3連複が私の勝負馬券、参考にしてみてください。チャンネル登録、高評価、通知の音もお願いします。コメント、概要欄の X のフォローもいただけると嬉しいです。ではでは、また来週。